毎度こうじやです。 M3 のボディのみ92万台の綺麗なボディです。このようにかなり綺麗な状態だと思います。メッキもまだ生きてますね。ここにちょっとスレがあるのが分かりますか？あ、分かりますね。ちょっとスレてますが、それ以外はあまりスレもないぐらいです。ここら辺のストラップの跡もほぼないですし、そこも綺麗ですね。まあ多少スレはあります。こちら側も綺麗、非常に綺麗な状態だと思います。いいですね、備品ですね。この黒塗り、ここもよく擦れてますが、これも綺麗です。ただグッタベルカがここ、針側がここにちょっと補修跡があります。多分落ちたとの接着剤でつけてあると思います。オリジナルはオリジナルですね。革はオリジナルでいいと思います。多分ここら辺もよく落ちてますので補修したりはしてると思います。本当綺麗ですね、これ。今フィルム、テストフィルム入れてチェックしてます。1秒ですね。いいですね。1/2、1/4、小刻みでも大丈夫です。しっかり巻かないとシャッター切れないですね。まあ当たり前ですけど、これで今終わりましたね。36ぐらいになりました。なかなか綺麗な状態だと思います。一応テストフィルムを入れて1回は通すようにしてます。中も綺麗ですね。カウンターもいいですね。戻ります。これ純正です。今500、高速側のシャッターも開いてますね。大丈夫です、開いてますね。本当綺麗ですね。膜も、まあ、多少すればありますが綺麗な方でしょう。ファインダーも綺麗でした。枠の切り替え、パララックスも動いてますね。この距離計、これです、この中ですね。この中が、これは綺麗ですね。時々こうプツプツプツとなってるのがあります。まあ、多少問題ないとは思いますが、これも、まあいい方でしょう。ただこう、M3 多いんですが、この前から見ますと、真ん中辺のガラス部分が、の周辺が多少曇ってるかなっていう感じです。そんなにひどくないですね。十分いけると思います。昔でしたらかなり高かったと思います。この1回巻き上げで戻すときにラチェットの音がしないタイプ、音しませんよね。これがなかなかないんですが、この番号帯に少しだけあります。ですので、まあ2回巻き上げのような感触で1回巻き上げ、
ですね。もちろん何回で小刻みでも大丈夫です。この感触が個人的には好きでいつも探してるんですけど、時々あります。今回のは綺麗ですね。十分いけると思います。